りとして、またメッセージがありますか、聞いてください。まずはピッコロ須田君子。何がどんな食べ物かわからないぐらい来てるんですね。わかんないですけど、こんなにたくさんの皆さんに来ていただいて、本当に毎年嬉しいなと思うばかりです。そちらの子供の大きくなり、あちこちに散らばっておりますが、毎年、こうやって1年間練習してきて、言葉をできる、皆さんの前で発表できるというのが、本当に嬉しいと思うし、それを支えてくれる方ももちろんいるし、一緒のメンバーでやれることをとても楽しみに、練習しています。また来年も来ていただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ラブメッセージもお待ちしてますので、メールライブ、アンケートに書いてください。今日はありがとうございました。
皆さん今日も来ていただいてありがとうございます、まあ、毎回いつもみんなもそうですけど何話そうかなって悩んでまして、まあ、知ってる方は分かるかもしれませんけれども、昨日私誕生日を迎えまして
たくさん本当にこんなに来てくださいました。ありがとうございます。セカンドステージの1曲目にあった It's Magic という曲、まさかあの曲がまだ来ようとは私は思っていなかったんです。